ャンギャル、キャンギャル、キャンギャルをギャルオンステージ。ギャルオンステージ有名なドライバーが喋ってますね。超有名ドライバー。そうですね、生で見たら初めてです。おたまにモーターランド来てるよ。そうなんですか。プライベートで。あ、そうなんですか。何を喋ってるか分からんけども、そういうとこはね、やっぱとんでもなかったですね。はい、そしてなんか今回からショートカットの、まあ、ラインアングルが30ポイント、ショートカットスタイルが30ポイント、合計100ポイントという形で、こっちの髪の長い子もちょっと日本人離れしてるね、顔がね。で、スタイルが40から30。谷口さん、谷口さん、予選の見方も OK、 ありがとうございました。終了です。ギャルだけ、ギャルだけで、ちょっと無理かな。谷口さんなかなか見れないもんで、これはこういうメジャーレースならではだよ。谷口さん、イケメン、イケメンプロ、中国人、中国人 D1 ドライブ、ドリフトドライブ。俺がラリーチャンピオンのマシンだぞ。これはけん引されてる86。手で押してる絵が欲しかったんだよ。ガチレーサーだ、ガチモンのガチレーサー、ガチレーサー牽引。おお、なんか、ああ、いたいたいた、手で押してるぞこれ。手押し、手押し86。ピット内はエンジンはかけれるのかな、そういうこと。この80年式的な結構やれはあるけどね、すごいね。来た、あ、 FD、 FD でやべえな、 FD だ、 FD。 これは FD3S、 ボンネット出しマフラーだよ。これはすげえ、オブラクラッチ。これ音やばいよ、もうほとんど直感だよ。これはこれどういうエンジン、これ V8 V8 なの、やっぱのスーパーチャージャー。 V8 のスーパーチャージャー、この86もボンネット出しマフラー、出た出た。ボンネット開けんでもなんかすごいの分かるね、この車幅2メートル、あ、2メートルワイド感やばい。これはあのやっぱりゴムを取っとかんと、やっぱグリップせんだよね。これはゴムを取っとく。90のスーツだ。後ろなんかトランクカットしてる、中見えてるもんね。すごいね、ワイド感やばいね。鬼キャンではないな。ああ、本当だね、なんか扇風機みたいな後ろあるね。これはすげえや。これは90でここまでやっちゃう。90で80のスープラちょっと見とかんとね。これもなんかとんでもないタービン乗ってる、はい、ボンネット出し、ひょっとしてボンネット出しマフラーで。これはすげえな。エンジンは何、 2J、 なんか4リッターとか乗ってない、セルシオの4リッターとか。セルシオは乗ってないか。エンジン縦置き、縦置きですね、定番の。まあ、全体的にこう年式的なやれはあるけどね、すごいな。